はい、こんにちは、黒猫 YZ です。今日の動画はね、これです。じゃん、2021年に再販されたですね、マルシン工業の発火式モデルガン、コルトガバメント M1911A1 ですね、うん、シリーズ70とかも一緒に再販されましたけど、の ABS モデルね、こいつをもう一回じゃあ発火させていこうっていう動画です。ツボを押さえてね、調整すればすごく調子は良くなるモデルなんで、過去にね、調整箇所をまとめてこうやったらうまく動くよっていうのを動画にしたんでね、そういうのはそっちを参考にしてもらうとして、今回はね、純正のカートリッジと純正のプライマーパーツ、あとはキャノンボールのね、爆音プラグを使って発火させたらどうなるのみたいな動画をやっていこうかなと。なんでね、この爆音プラグを使って、で、プロップパウダーも入れてみてね、で、発火させてみるだけの動画です。さて、じゃあね、この爆音プラグって何っていうと、キャノンボールっていうところから発売されてる爆音プラグですね。1200円、ロング5ミリ。7ミリキャップ対応ロング5ミリで、この辺ちょっと分かりにくいですけど、ベレッタ M92 シリーズ、コルトガバメント、コルトコマンダー、適合銃、その他って書いてありますけど、マウザーにもこれ使ったかな。で、オーリングとかついてないんで、発火のガスが前に抜けやすくなるし、音も抜けやすくなるんで、爆音プラグというね、名称になってます。こいつにプラスしてこのプロップパウダーっていうのをね、カートリッジの中に、まあマグネシウムの粉なんだろうけど、こいつをですね、ちょっと入れてやると、マズルフラッシュがね、激しくなるんで、ね、マズルフラッシュ激しい方がかっこいいんでね、うん、それで打ってみようと。まあこの個体でプロップパウダーとか爆音プラグを使うのがまず初めてなんでね、やっていこうか。まあどっかでジャムったりするかもしんないけどね。前回ものすごく好調っていうか、調整後に快調な動画を撮ったのは、爆音プラグじゃなくて純正のプラグ使ったんで、ブロバックの威力がですね、要はカート内のカートを押し下げる威力が、まあ純正の圧力というところなんですけど、キャップ火薬はですね、 MG キャップの7ミリキャップ火薬を使っていこうというところです。さて、まあこんな状態でね、じゃあカートリッジ準備していきます。このプライマーパーツをこのね、リム側のパーツにこう一個一個セットしていって、これです、リム側のパーツにプライマーのパーツを入れてあります。で、爆音プラグはもうこの状態でね、カートリッジに入れていきます。純正のプラグだと、その銃の作動音だけね、カシャッカシャッっていう作動音だけが目立っちゃうパターンが多いんですけど、爆音プラグを使うとやっぱりね、発火した時の音が激しく、まあマズルからの煙やマズルフラッシュも増えると、そんな感じになってます。カートリッジにね、 MG キャップをこうやって取り付けて、このね、付属のローダーを使ってキュッと押し込みます。火薬をね、こうです、うん、これちゃんと火薬をつつかない構造にはなってるんでね、ちゃんと専用の付属のローダーを使ってやるといいと思います。で、プロップパウダーですね、これです。こんな粉が入ってますんでね、それをですね、この先が尖ったストローも、これも付属してくるんで、これでね、このぐらいすくって入れなさいよってことなんですよ。まあ多く、ちょっと多く入れた方がいいよっていう人もいるし、うん、いろんな方がいると思いますが、こんな感じでね。ただね、このプロップパウダーを使うとですね、そのデトネーターって言って、キャップ火薬をつつく棒があったりだとか、内部の金属パーツのですね、消耗がちょっと激しくなるよっていう意見もあるんですよね、うん、あと発火式のモデルガン、発火したその発火カスがですね、とにかく錆の原因になるんで、それ単体で錆びるんでね、発火カス単体で。なんで、例えばほら、本来は錆びようがないこの ABS 樹脂とかに発火カスが付着したまんまで放っとくと、まあ表面うっすら赤錆びで覆われてたりしちゃうんでね、まあ後片付けが、その、ちょっと大変になるかなっていうところがあります。まああとね、音質は変わりますね。ちょっと、パンパンって乾いた発火音が、プロップパウダーを使うことによって、ボンボンってこう、こもった感じの発火音になる印象を僕は持ってますが、
そんな感じですね。あとはその発火後の匂いとかも結構激しくなりますんでね。まあこうやってカートリッジが1個出来上がると、こんな感じでね、でマガジンに装填して打っていると、こんな状態になってます。いかがだったですか？発火式モデルがやっぱり発火させるといいですね。特にプロップパウダーなんか使うとね、派手なマズルフラッシュでいいです。まあね、ただこれマズル部分とか見てもらうとだいぶね汚れちゃうんだよね、このブリーチのとことかね。もう発火させた後のカートリッジ見てもらえば一目瞭然ですけど、こんなすすけちゃうと。で、爆音プラグは気密性が低くなるんで、キャップ火薬のちびりカスも飛んでいくし、プロップパウダーを使った時のその発火カスもね、だいぶ飛び散るんで、気をつけてください。多分もう、こいつはですね、ビス一個一個、スプリング一個一個を全部洗ってやろうかななんて思いますけどね。錆びないパーツは別に洗わずに、メンテする方法でも全然いいと思うんですけど、まあバレルとね、デトネーターと、あとマガジンなんかはね、分解して、メンテしてやるといいかなと思います。いやー、なかなか調子良かったですね。プロップパウダー使うと、調子は若干悪くなるんですよ。あと、爆音プラグを使うとね。なんで、スライドストップはかからなかったけど、最後は7発完走できたし、こんな感じかな、モデルが。こんなもんかなと思います。で、これからクリーニングしていくんだけど、結構大変なんだよね。で、モデルガンを発火させてクリーニングする光景っていうのも、こんな風に僕やってますよっていう動画は過去に上げてあるんで、概要欄かなんかにね、リンクも上げとくし、その辺僕のチャンネル探ってもらえれば出てくると思うんで、よかったら眺めてやってください。そんな感じです。ということでね、今日の動画はこれでおしまいです。また別な動画で会いましょう。うつべし、うつべし、うつべし、部屋中火薬くっせえですよ。です。